久しぶりに青さん、またお会いしましょう。はいはい、よろしく。ブス、また近いうちに。ブス。これ山本レーシングやったな。そうそう、和田さんとこのも良かったんやけど、うん、しゃあないわな。まあ正直こっちの方がもう取り付けが安定しとるからな、しっかりしてるし、うん、まあ片方はもうぐしゃぐしゃになったけど、片方はもうあれでオブジェになってうちの倉庫の肩あれになったるわ、肩掛けに。しかしもうキャブも新しくなったし、もう26万キロ超えたわ。26万キロ、すごいな。もう今行っとるもショップがしっかりやってくれるんでありがたいわ。もうでもオイル交換甘めに3000、5000やな。大体5000やな、私の場合は。まあこれはあんまり上の方使わん分だけどな。そうやな、トルクで走ってくれるもんな。そう、まああのもう一人、あの大阪以外、今神戸か、あの、うん、大久さん言うて、大久さんな、うん、あの人も同じぐらい走ったんだ。あの人でもエンジンロス変えてる？いや全然何もやってない、オーバーホールもしてなきゃ、うん、それからそのあれや、乗せ替えどころか、買った時のそのまんまでも同じぐらい今20万キロ以上走っとるからな。 あの人もすごいわ。今日はちょっとメールしてみたら、なんかあれで愛知県の刈谷の方に行っとるみたいな。あ、そうなんだ。先々週はあの滋賀の、うん、あのあれ関西ザアークラブのあれに行っとったんでしょ。またマスターによろしく言うとったんじゃ。まあ、うん、気ぃつけて。いや、そうそうそう。